顔、あふー。広瀬めぐみくんの逮捕はいつかな、まだかなと考えていたら、藤原隆くんが広瀬めぐみくんの議員辞職を受けて、岩手の県連会長を辞任という記事がね、これ地味に出てきましたね。で、あれっていうか、ふーんって思ってましたが、え、これもしかしてと、 ちょっと妄想が膨らんでいるという話です。で、この藤原隆君と言ったら思い出すのは、まずこの人、安倍派の裏金議員の一人でもありますよね。うん、あの、もらってた裏金はちょびっとね、ここに、えー、藤原隆君これ14万もらってたんだよね。あのコロナでノルマ下げてもらったから、ちょっとノルマ超過してしまった時がありますとか。 言っていましたねで、成林神に呼ばれても出席を拒否していました藤原隆君。でもう一個思い出すのは、和歌山のあのー、青年局長として招かれた、なんだろうあ、ハレンチパーティーに参加して、ではしゃいでた人ですね、この人ね。うん、でそのの責任を取って自民党の 青年局長は辞めたんじゃなかったっけあのー、副会長のさ、青年局長のサブの、あの、中曽根君と一緒に、ハレンチーパーティー参加はしゃいでた <laughs> 責任を取って、青年局長辞めてましたよね。うん、だけど、この岩手の県連会長は辞めてなかったんだよね。うん、で、昨日辞めたんだって。県連会長ね。 で、その理由は、この広瀬めぐみくんの議員辞職を受けて、えー、こう自分がね、擁立してたから、その責任を取って会長を辞任したうんで、これだけなの、その責任だけなのかなっていうかね、広瀬くんは、8月13日に、知見のあの、事情聴取を受けて、 えー、その時、ね、もう勘落ち、えー、もう洗いざらいゲロっちゃいました <laughs> という記事が、ね、出てきましたよねそれで翌々日に、えー、議員辞職願いを出して受理されましたでそれと同じ日に藤原隆君が会長を辞任しましたでなんか藤原君の今までのさ態度とか性格を考えると 広瀬君が議員辞職したからそれで責任を取って辞めるっていうキャラには見えないんだよね。でなんか別に理由あるかなとちょっと考えてたらねもしかしたら8月13日の広瀬君の事情聴取の時にあの秘書給与を詐取する方法を誰に教えてもらったのと治験に詰められてはいませんでしたかってね。 うん、だって、広瀬くんはさ、2022年に議員になったばっかりで、で、そのほぼ直後からさ、秘書給与を詐取するなどという大胆な行動に出たのは、自分一人の考えでは無理だよねっていう話もあり、近くにいた人ね、例えば同じ岩手県の,あの財務大臣の,あの鈴木俊一とか、そのあたりがこの知恵を授けていたのではないかという、 話もありましたが、この藤原くんやってない <laughs> で、もしかして広瀬くんが、あの、知見に、これね、誰に教えてもらったかね、うん。だってさ、ベテランの秘書に教えてもらったって話は出てきてたよね、うん。誰かの議員の秘書。じゃあその議員誰ですかっていうことを、広瀬くんは知見から聞かれてた。 で、その辺の話を洗いざらいしてくれたらあなたは在宅基礎で済ませてあげますよみたいな取引はなかったでしょうかと、ちょっと考えてみました。で、で、で藤自由んはすみません。はい、あの、県連会長を辞めますので、ご勘弁よっていう、標準の意を即刻示したのではないかなとね。はい、そんな妄想をしている、 午後ですっていうね。今日待って、今日さ17日だよね。あ、これ昨日の記事だよね。うん、16日の記事で、15日に藤原くんが辞任でしょ。ちょっとこれを見てきますね。自民党県連会長の藤原隆で、で、この県連の副会長を広瀬くんがやっていたのですが、広瀬くんは、あの、ェル騒動で責任を取ってこの副会長を辞めてましたよね。 で15日夕方ね、うーんこれ、広瀬君が辞職届け出した日でしょ。で、一関市で取材に応じ、これ、藤原君ね、広瀬恵氏を擁立した責任を取って、会長を辞任したことを明らかにしました。で、これは藤原くんの言葉ですまさしく 県連所属の議員であり県連の責任も大きい大変申し訳ない責任者として本日付で県連会長を辞することにしたうーんでも辞めるんだったらさ広瀬君の事務所や自宅にガサ入れが入ったのが7月の20日でうん違う7月の30日でしょ うん、でもそれも大問題だったわけだから、その時には辞めなかったよね。広瀬君も議員辞めないと言ってたし、藤原君が県連会長を辞めるうんぬの話は出てきませんでしたが、なぜこのタイミングなのか、うーん、この議員辞職を受けてね、ありますが、それだけなのかなっていうね。 うんだってそう、そんな責任を感じる人には見,見えないんだけどね、この人ね。で、広瀬君んは辞職届を15日出したでしょ。で、補欠選挙が10月の27日って話ですよね。で、藤原会長は対応について、関係者、党本部と協議していきたい。だから、県連会長を決めないと、 あの自民党ねそう,そうしないとこの補欠選挙の準備とかもそろそろ始めないといけませんよね。で立憲のこの佐藤純一さんは候補者擁立の方向で検討する、うん、立憲はちょっと頑張ってほしいですねここのね広瀬君の後釜を決める補欠選挙でで自民党がこんなごたごたしてると。 この、ズミ有利でね、それはいいのですが、藤原くんも責任を取るんだったら、この補欠選挙まではやりますとかさ、そういう話にはなんなかったんですね。はい。で、藤原くんをちょっと調べると、面白い話がいっぱい出てきまして、<laughs> で、広瀬くんはさ、2022年の参院選の直前くらいに、 確か、壺の、あの、広岡が、森岡だよね。森岡教会に、誰かに連れられて行ったって話あってよね。うん、で、多分そこで、票の差配を頼んで、だからさ、新人で、この小沢さん王国の、この、この森岡から、広瀬くんが、あの、突然、当選できたっていう、 その流れですよね。じゃあ、その広瀬君をその壺協会に連れてったのは、それはもしかして、この藤原君じゃないのですかと、容易にね、予想されることが、ここのね、藤原君のね、この壺との関係ね、ここ、これをね、この部分ね、この部分をちょっと読んできますね。はい。2021年。 ちょっと前の話になります。2021年だから、えー、約3年前ね、ツ、え、ボ、ー、の関連団体に、えー、天中平和連合っていうのがありますね。これ、えー、っとね、UPF とか言って出てくる。うん、だから関連団体ってサクッと書いてありますが、この天中平和連合、 なんだ、ユニバーサルピースフェデレーションとかなんだよね。それで、UPF で、で、この UPF の会合に、あのー、海外の有名な議員もビデオメッセージ送ってるとか、うん、だからこれってツボの、な,なんだろう、世界組織的なさ、結構大きい連合でしょで、この UPF がある連合をね、 作ってた、作ってました。これが、世界平和国会議員連合。これってね、あの、これワールドワイドな、ワールドワイドだよね、連合で、この国会議員っていうのは、この世界の議員の話です。日本の、日本人の議員だけではなくて、だからこの世界平和国会議員連合は、 あの、世界のツボ議員が集まる連合みたいな、そんなのを、この UPF は作っちゃいました。これは恐ろしくない。<laughs> こう、こんなのをね、議員連合を、世界的なのを、つまりツボが作っちゃってるってことですよね。で、そこの日本議員連盟、はい、ね、 それが日本世界平和議員連合懇談会やなんか <laughs> あったらしい名前だ。うん。その総会がこともあろうか衆議院第一議員会館で開催。<laughs> こ,れこれすごくない <laughs> だって壺の会合を衆議院第一議員会館で開催でこれなんかさもう思いっきり。 政府とつながってるっていうのがもう、ここでも分かってきますよね、うん。で、ここに出席していたのが藤原くん含む20人の国会議員だよ。うん、20人がこんな怪しげな会合ね第。第1回総会だっけうん、だからもう1回言うと、UPF がね、UPF は壺の 世界的な団体ね、うん、だからツボってさあの全世界二視点みたいのがあってなんか世界を束ねようとしてるっていうかさ、うん、だからこの統一に現れてるよね、うん、日本だけではなくて世界にいろいろ支部みたいのを作ってそこの議員も束ねて世界を統一したいみたいな まあそういうところなんだろうなってことが、これだけ読んでもなんか見えてきますよね。うん、で、その日本支部の会合に、藤原くんはじめ20人もの国会議員、これ、まあ、ほぼ自民でしょうね。うん、自民が出席していて、で、ここもね、ちょっと、ちょっと読んできますかね。ちょっとね、若干わかりづらいのですが、この同議連っていうのはさっきの、これね、 うん、世界平和国会議員連合の日本議員連盟のことね。それは2020年に設立されてたんだって。で、これってさ、多分選挙対策でこういうのを作ってるような気がするんだよね。うん、で、だからツボの協力を頼むとね、うん、選挙の時の、あのね、ツボの役割は、あの、せんべいみたいに、あのー、 票も入れてくれるのですが、せんべほどの票ではないんだって、あの、つにはね、その代わり、あの、運動員ね、選挙の運動員とか、あとは議員の秘書を派遣してくれるから、もうとっても使い勝手のいい団体が自民にとっての壺で、で、つは、えー、その便宜を図ることによって、自分たちの体制を自民によって守ってもらうという、 そういう、あの、相互、互形関係みたいなね。はい。で、このなんとか議連が、あの議員連盟がね2020、2020年には作られてて、初代会長はこの王の高等っていうのかな。この政治家ねで。大蔵官僚なんだってね。で、総会で会長に選出された、この原田くんっていうね、この人も、 通官僚で弁護士日韓トンネル実現九州連絡協議会会長代行 <laughs> うんこの人弁護士なんだねでフェイスブックにその旨を記載するとともに出席議員と国際商業連合会長の梶栗正義さんがガッツポーズする写真を掲載したでこの梶栗さんってあの商業連合の 有名な会長さんだよ、ね、お父さんが壺の12代会長、うん、だから勝りさんって壺のサラブレッドみたいだね、うん、で岸田君と一緒に岸田君となんだっけあのアメリカの議員のギングリッチさんと勝りさんとあと誰かが一緒に写真に収まってましたって一時期あの話題っていうかニュースになってたよね、うん、だから 脅して時々出してくるんだよね。梶栗さんと一緒に写ってたでしょみたいな写真ね。で、66日原田は投稿から写真だけ削除した、えー。教団は同年10月の衆院選に立候補した議連参加者を支援し、電話かけなどを熱心に行った。はい、こういう電話あもう、投票する人決まってますとかいう電話を。 熱心にかけてくれるこの選挙運動員が、教団にはいるわけです。だから、この議連に参加してると、選挙思いっきり有利ですよね。うん。だから、藤原くんは、この議員連盟に入っていて、選挙の時には、いろいろお手伝いしてもらったのではないですかで、で、そんな壺と、ね、親しい間柄にある藤原くんが、 2022年の,あの参院選の前に、広瀬くんを、あの、つぼの森岡協会に連れてったのかなって考えると、うんまあ、自然な成り行きっていうか、うん、ってことはやっぱり広瀬くんも選挙応援を、このつぼ壺の運動員から受けてたので当選できたのでしょうねっていうことが想像できてしまいますねで、 でね、はい、この記事に戻って、この藤原くんが突然、岩手県連会長を辞任したね、この本当の理由が知りたいなっていうか、ね、うん、危ないんじゃないこの人、知見にマークされちゃってるのかもね。うん、だからやめます、やめます。で、とりあえず県連会長を辞めて、あとはなんだろう、辞めるものないよね。うん、青年局長も、 やめちゃってるからじゃああとは <laughs> 藤原くんも最後わかりました議員辞職するので逮捕だけは勘弁してくださいという風になるのかちょっとこれはわかりませんがこの広瀬くんと藤原くんの関連っていうのもちょっと興味深いものがありますねという話でしたはいまたやりますではまたバイバーイ 「全種を信じちゃいけないよ」「自分の頭で考えろ」「いつでもあいつら監視して最金泥棒させないぞ」